その時は辛かったけど、あれがなかった今の自分はどうなるんだろう。私、明けない夜はないっていう言葉すごく好きで、本当に辛い状況はずっとは続かない。絶対にそこに影が差していたら、その影を作っていた光が見える時があると思うんです。それは自分もそういう人生だったし、まあ、10代から仕事を始めて20代30代前ぐらいまではものすごい自分の感情に自分の気持ちが追いつかなかったっていうか、そんな時期もありました。でもそれが、その時は辛かったけど、あれがなかった今の自分はどうなるんだろうとか、ああいう時期がなかった今の自分はどうなってるかなと思うと、あってよかったなって思います。